つもご視聴いただきましてありがとうございます。クーパーガレージチャンネルです。今日は私が所有しています2台のミニのエキゾーストーンを皆さんに聞いていただきたいと思います。チューニングした96年式のミニと65年式のオリジナルマーク1のサウンド、どちらも大好きなのでぜひ聞いてみてください。まず1台目は以前にも紹介したラリーミニにモディファイした1996年式のミニスプライトです。このミニはインジェクションからキャブ化をして SU のツイン、そしてチューニングヘッド、マフラーは王道の RC40 なんですけども、私はこの何とも言えない乾いたサウンドがとっても好きですね。ぜひお聴きください。次はこちらも以前紹介した1965年式のモーリス・ミニ・クーパー 1275S になります。こちらはエンジンからツインキャブ、3ブランチ、そしてマーク1の代名詞ともいえる通称餃子マフラーまでほぼほぼオリジナルに近い形となっていますので、当時のサウンドが再現できているかなと思っています。クーパー S の上品かつ迫力のある独特なサウンドをお聴きください。